はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、こんにちはございます、中継というわけで、今日もロードオブザフォールン続きからやっていきたいと思います。まあ、前回ね、ボス最後のビーコンのところにいた審判の巫女なんとか倒したんですけれども、で、その後行く先は分からなくて迷子になったんで、もう攻略サイトにちょっと行く先を教えてもらいました。で、先向かっていくんですけど、でね、その前に、攻略サイトをちょっと覗いた時にですね、推奨版のやつがちょっと目に入ってしまいまして、気になって読み進めてしまいましたので、ちょっとね、そちらをね、せっかくなんで拾っていきたいなと思っております。で、推奨版って何ぞやという感じだと思うんですけれども、推奨版ってね、家事師のお嬢さんがいたと思うんですよ。ガタイのいいね。彼女に渡すことによって、なんかできるようになるらしいんですよ。ルーンの推奨版と、欠けたルーンの推奨版。で、一個だけ私取り逃してまして、それがね、ここ、色白と殺人、の痕跡から、走ってた先にあるということで、それを拾っていきたいと思います。ただね、めちゃめちゃ遠いんですよ。めちゃめちゃ遠いの。なんでさ、この、まあ、痕跡から、痕跡が遠いのはまあしょうがないといえばしょうがないんですけど、なんかさ、もうちょっとどうにかならんかなっていう感じはあるよね。でこう、まあ走っていくんで、ちょっとね、もしね、拾いたいって方がいたら、真似してついてきてくれたらいいのかなと思います。はい。まあ、これ犬とかにいてね。いて。で、ここをね、左に行くと、赤の騎士長のパーシバルだっけ？なんかそういうやつ、いて。と戦ったとこになっております。で、まあそっちはもうどうせ行かないでね、いいんですけど、まあこの崖っぷちをダーッとね、フェイツロイの峡谷ですね。いや、懐かしいね。ここも何回死んだか覚えてない。めちゃめちゃ死んだのだけは覚えてる。で、一応、途中で、NPC もどうやらいたらしいんですよ。もう顔すら見えないんですけど。で、一回ね、場所を確認するために、ここ走ってきた時には、もうすでにいなくなってました。なんで、まあ、私2周目このゲーム、ちょっと今日というか、やる予定はないので、まあね、気になる方は、ご自分でちょっと見つけていただければいいのかなと思います。まあ、その NPC をイベントやったからつって何もらえるかっていうのもちょっとね、ようわからんのよ。私ようわからんの。うん、まあなんかもらえるんだろうから、ちょっとね、進めてみたらいいんじゃないでしょうかね。まあちょっとね、頭おかしくなってしまうようなイベントシャドウでしたね。で、この先、ここを渡っていくじゃん。そうすると、背中から攻撃されて落ちちゃうのよ。あれ？大丈夫か？まあ落ちるのよ。落ちるのよ。目的が、これ裏世界行くことなんで構わないんですけど、で、ここまっすぐ行くのが正規ルートなんだけど、ここね、ここ。ここ、こっち側、はい、行くと下降りられるんですね。で、ここに NPC がいたらしいです。で、まあ、それはいいとして、私は先へ行くと。で、これ降りて、この先にあるらしいんだけど、あ、これかな？あ、これだね。割れたルーンの推奨版。ということで、完了でございます。そしたら、痕跡あれね。行って帰りたいと思います。はい、帰るんだい、僕は。帰るんだい。よし、というわけで戻ってきたのが、スカイレスト、拠点でございますね。で、ここから向かう先が、この先になってます。この先に、前回見たとき、最後の方に、人が全然いなくなってるっていう話をね、したと思うんですよ。ほらね、ここに NPC 2人ぐらいいたんですけど、誰もいなくなってんの。で、残されてるのが、ここにいるペットのワンちゃんね。で、向かうのが、この上の階ね。あ、インタラクト？何これ。オリウスの祭壇。盗んだコインが不足している。もうゼロなんだわな、そもそも。そもそもゼロなんだわな。で、これ上登っていきまして、奥側でございます。こちらですね。で、この階段登った先のこう扉が閉まってたんですけど、開いたのかな？わかんないんだけど、とりあえずここの扉が、あれ？ここの先だって聞いたんだけど、スカイレスの橋の鍵？スカイレスの橋の鍵を手に入れなきゃいけないのか。あ、そういうこと？あ、そういうことか。スカイレストの橋の鍵？どこにあるんだっけ、それ。
とまあ探す前にちょっとこいつ話してきます。ワルタルの推奨版を渡す。Selfish and avaricious as Galinda is, traveler, she is indeed skilled. It's no small feat to smith magic-infused manacles such as the one she used to bind me to her when she found me, weakened and injured. I watched the cataclysmic death of a universe, and came as close to my own death as I ever have in all my eons.Only to then find myself once again in this world. Now, a slave. は？え、何言ってんだこいつ。何言ってんだな。I have traveled to countless realities and borne witness to wonders beyond measure. And yet, eventually, time. 何急に。スパーキーどうしたんだよ。なんだよ。I have traveled to Kanborn, and yet I have cast off my mortal form long ago with no regret. But I am a fool to discard my humanity. I see that now. Huh? But my renewed appreciation for life, for experience, for freedom, is only made more bitter regret by my current enslavement.何の話急にどうしたの ?I only desire to be free once more. Oh, boo-hoo! Woe is me! Get back to work while Galinda still has use for you! は ?So the tablets are あと一つで all here. Just one more left, human. Traveler.間違っていることはない。アーランクと心に待たれば、No funny ideas, you treacherous dog. Remember, as long as you're wearing those manacles, if I die, you die.Galinda's already learning so much. She'll see those idiots back in Sturlevo choke on their words. 何の話をしてんだこいつら。Another like you roams more instead. 俺の人間？はい。A man I encountered long ago. One already burdened then. A burden which has only increased enormously in the years since. And taken a heavy toll.And prolonged exposure to that obscure force so baneful to humanity. And his is a bleak, ruinous road. はもう何なんだよ。There's work to be done. もう早く進めてくれ。何やってんだこれ。The final tablet. Give it to Galinda. With that tablet, Galinda will have no further use for me. But in my possession.え、お前自由になれんのか。You shut your mouth! Don't do anything foolish, human. Not when we're both so close to getting what we want. Just think of the power Galinda can give you. いや、何、与えてくれる力って何なの？あ、ここで選べるんだ。スパーキー、残念だけど、私はゲルリンで渡す。Yes! Galinda can already hear its sweet secrets whispering to her! A predictable choice, traveler. バカめ。スパーキーバカめ。Oh, now don't be sour, Sparky! All that wonderful いいじゃん、スパーキー解放してやれよ、ゲルリンで。You so selfishly kept locked up in that big head of yours can now be put to use by someone who recognizes its value. Work like this takes time, human. But Galinda will have a little something for you. ルーンの秘密に何かもらえるんかいこれ。あ、ルーンをソケットにはめるやって。あ？カラカラ。あ、なんかはめられる。敵を殺すとマナを獲得。ああ、おー、ナーティュン。
おお。はい。これは、アエルストリクス。投擲ダメージ。あー、なるほど。うん。まあ、とりあえずそんな必要でもねえな。よし、そしたら、スカイレストの鍵か、ちょっと探してきます。確かね、なんかこの下の方行った先んとこにあるっぽいので、ちょっとそちらをね、探してくるか仕方ないな。向こう側行けないんですけど、死ねとおっしゃる。死ねとおっしゃるか。はあ、やっと到着。んで、ここで暗黒の方へ入って、左側の下にあるちょっとした足場、そこに降りることができるらしいんで、降りると、あ、いた！いけるいけるいける。先へ進めるということらしいです。わかんねえ、こんなの。これが、スカイレストの、あ、進行のコンボ。進コンボ。で、あそこのやつを引っ張って、あ、どこ行け。先へ進めると。そうすると、このスカイレスの鍵が置いてあるそうでございます。あれだ。これですね。これをぶっこ抜くと。ああ、ほんとだ。これなんだ。ちょっと行ったことないとこがあるから、先にいろいろと見ていこうか。ここどこに繋がってんじゃろう。どここれ。暗い。茨発動が遅くてさ、使えん。うわわ、なんかすごいいっぱいいる。ちょっとね、よし、しとこう。剣、あ、剣だけか。あー、オッケー。これだけだ。やりまーす。じゃあねー、じゃあね、みんな、そこで頑張ってるといい。私は戦わない。踏み出しては戦わない。なぜなら大変だから。で、ここにも。あ、現実に戻るためですか。暗い。発動が長くて、スーパーアーマー着るわけでもないし、うん。よくないね。全然よくないね。じゃ帰ろう。バイバイ。あ、バイバイ。暗い。なんで暗闇が帰還してないんだ。帰還しろ、帰還しろ。帰還してくれ。帰還しろ。はい。はい、さよなら。よいしょ、OK。もう、ねえ、6歳ですね。これで、最終ステージに進めるようになるのかな？多分。あ、OK、OK。こっちは開かない。これどこだ。ダンマイヤさんのとこか。そうだね、ダンマイヤさんのとこだね。ああ、で、なんか本が欲しいってずっと言ってるんだよな。本は探してやらん。もうどこにあるかもよくわからんし、探してやらん。で、あとこの先だね、裏側にある扉が開けられるようになるから、そっから先に進めるってことなんでしょ。ん、私の見た攻略サイトを知識が正しければ、この先の扉から行けるようになってるはず。ここがそうなのかな。どこだこれ。え、上も行ける。え、マジでどここれ。これなんで上登らされたのこれ。ん？え？あ、あー、なるほど、こういうことか。え、どこなのこれ。
マジで場所わからん。初めて場所、ああ、いや、こって、最初のステージじゃん。最初のステージだ。え、最初のステージ？あれ？ああ、で、ここの扉開かなかったところと。で、こっちは何？これ、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 こっち。ああ。嘘。開かないやん。ここ、ここじゃないんだ。え？違うの？え？この扉じゃない。いや、マジで何もねえ。え、ここじゃない。あ、ここ開く？ん？ここからき、あ、ここか？ここかな？ん？いや、ここペータ線があったとこだな。あれ？ちょっと戻るか。で、あとさ、さっきの鍵で開くところが、スカイレストの橋のところにある痕跡から正面のここの扉になると思うんだけど、開くことができない。これ反対側からわざわざ開けに来る意味あるかな。開けに来る？そういうことするんだったら開けたからなんだって感じなんだけど、まあ開けてみるか。そしたら一旦外に出てまたマラソンしてくるか。行ってきます。多分ここだと思うよ。ここ、ここ開けるとさっきのとこに繋がるんじゃないかなと思うんだけど、え、全然違う知らないところだ。知らないとこに来たな。なんだここは。あ、アイテムある。あー、アイテムある。かすかな。あ、チェストあるじゃない。先導係シリーズ。まあ、これ序盤から来れるとこだからね、うまくやれば。普通にさ最序盤から来れるとこだから、そんなにいいのは確かに落ちてはいないよね。あ、なんかこれ双子？双子かなんかかな。なんだこれ、何のご遺体じゃろ。お腹になんか置いてあるし。仮面だ、仮面。で、この上登っていって、階段登った先に何があるんだこれ。ちなみに何もないよ。あ、あ、待って、なんか、待て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 、今さ、あ、あるあるある、あるわ、あるわあるわ。そしたらこれどっからか飛び降りて、あー、ここだ。よしよし、気づいてよかった。で、裏世界入っちゃって、で、飛ぶでしょ。よいしょ、オッケー。飛ばなくてもよかったな。で、あれあれ、これこれこれ。これ、さっと引き抜いてやると、どこが開くの？これ、それで。あー、あっちの方。あ、じゃ、下。ちょっと待って。てか待って、こっちも行けるとこあるやん。まあ、待て待て待て、行けるとこいっぱいあるじゃないか。はしごもある。ちょっと待って、これ、どこの扉解放されるんだ。よかったよかった。あ、あ、ここか暗黒の存在が手を阻んでる。今開けてあげるからね。あ、まだある。なるほど、ここの扉が開くようになるわけか。で、あと一個か。下あー、あるじゃない。
いや、これ伸ばさないとダメか、まず力来て、で、あそこのやつを引っ張る。けっぱれけっぱれ。あれあれ、あ、別にこれやる必要なかったんじゃない？結局届かないじゃん。あ、こっちからじゃないってことか。あれは帰り道で使うやつで、あ、わかった、わかりまし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 た。僕わかりましたよ。で、これで引っ張って、これサイドから降りるんだ。ほら、こっから降りて、で、あれを引き剥がす。引き剥がす。よし。OK。これで完璧だ。こういうギミックか。これで開いてるでしょ。あそこの暗黒は雪を運ばんでるのが消えて先へ進めるようになると。あ、先進むっていうかアイテムか。なんだろうこれ。焼けつくような球団アイテムか。あ、これだ。触媒か。切り取った指のコレクション。バカか。誰だよコレクションしてるの。まったくさ、どうしようもねえな。じゃあここで取るべきアイテムは今のやつだけかな。こちら側行くのが下ん。ああ、まだある。いただきます。よいしょ。姫の一撃。なるほど。これだけ？へえ。なんだこれ。わーお、わーお、逃げ出してる。この赤いので逃げ出すのか。どういうどういうこと、どういうことだろう。よくわからん、よくわからんけど、なんか逃げ出してたわ。そしたらここ脱出して終わりか。え、そしたらやっぱりカルラス上層の外に出られなくなってるところの次の痕跡に飛んで逆走していくパターンっていうことかな。先に進むには。あ、あるある。回収させてもらおう。回収させてもろて。Their words are veiled when they speak to me of it. But I know what they think. That by marrying such a minor noble, I'm putting my own happiness before the good of the royal line and the welfare of Mondstadt. But they don't see in her all of the things that I do.This kingdom is my home. And I will do everything I can to protect it, as I always have. As you did, mother. But I refuse to accept that that requires forsaking the woman I love. Sophicia makes me a better man, a better king. And Mondstadt will be all the stronger with her at my side.何言うてるかわからんが。何言うてるか僕にはちょっとわからんが。で、これが土正面か。今度こそ。あー、正面やね。んで、こっちをサイドが空いてるから、なんか隙間空いてたよね。ここ。あ、いただきまーす。あ、いただきまーす。活力、活力。僕に活力。で、この先がまたアイテムだ。活力？かすかな活力。あ、外に出る。どこだ？え、これ、帰ってこれないじゃん。帰ってこれないけど、もう帰ってこなくてもいいか。回収。短い投げやり。長いのくれ、長いの。短い方が投げやすい、そういうこと？飛び降りろって。あー、これ戻ってきてるわ。あ、なるほどね。となるともう完璧にさ
向かうべき場所、痕跡は逆走ルートしかないってことだ。わかりました。そしたら逆走しましょう。仕方ない逆走ルートしかないわ。あれちょっとさ、この堕落した旗付きの投げやりっていうのがあるんだけど、これ弾薬消費ゼロなんだけど、これ無限に投げられるってこと？もしかしてだけど、ちょっと気になるわ。買ってみよう。いや待って、弾薬消費15になってるんだけどちょっと嘘つきじゃん。何がゼロだよ、全然ゼロじゃないじゃん。何言ってんの15も消費するじゃねえかよ。完全に騙された。はーん、そういうことする。そういうことするんだ。騙されたわ。よし、じゃあ先行くか。あれあれ、スパーキースパーキー、これ死んだな。ステールルボ共和国ゲルインで、恨みを晴らす。何の恨みだよ。え、何さっきのやつ。装備したアイテムの重量と必要能力値を無視する。武器の必要能力値をゼロに下げる。え、これとんでもねえ武器じゃんちょっと待って、とんでもないね、マジで。イクソン、物理ダメージが増加、物理防御は増加。へえ、あ、このイクソンっていうのは強くない？普通につけた方がいい気がする。職人の石とイクソン、これでいいかな。もタンクレットのさすまた、まあまあこれでいいか。そうするとこれで、要は装備重量がもっと重いやつを切れるってことでしょ。普通に。あんま関係ないか。そんな重くなかったか。だからでかい盾とか持ちたいときはさっきのやつをつければいいんだ、装備重量というか。なるほどね。そうするとこのカルラス上層がダメだから逆走していかなきゃいけないってことでしょ。でこれ領地と巣ってのはまた別のところだから、この記念碑から逆走していけばいいのかな。とりあえず行きましょうか。で記念碑に来て、こっちじゃなく、確かこの、あれ、この、ああ、ここだ、ここ。ここ曲がっていけばいいのか。ああ、ちょっと、ちょっと邪魔なんだけど。ちょっと邪魔なんだけど。やめて。ああ、なんでぐるぐる回ってんだ。こっちか。こっちだね。これ大変じゃね、結構。結構大変じゃないですか。忘れちゃったよ。もうルートなんて。ルート忘れちゃったよ。ここか？あ、ここボス行ったところだよね、確かね。これをこう逆走していくことによって、おそらく何かあるんじゃねえかなということで。マジで道覚えてねえわ。えって、これ、ああ、下で合ってる？ああ、橋があったんだな。これどこだ？あれ、これ、こっちじゃないな。どこに行けばいいんだこれ。どこに行けばいいんだ。道がわかんねえ、道は。え、あれ、これ道なくない？裏入ればいいんだっけ。いや、早く裏入ってよまあまあいいんだけど、別にどうせこういう形になるから。いや、飛ぶ距離はおかしいんだって。入るの回復して、これは下で、この中に敵がいたよね。はいはいはい、まあ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 、
で、これ、あ、こっち、このままでいいのか。これ、よいしょ、帰らせてもらっていいか。ちょっと帰、敵が近くにいるじゃねえんだよ。見ればわかるんだよ、そんなの。そんなの見ればわかるんだよ。いや、もう、もういいです、もういいです。こいつ。え、ここくんのめちゃめちゃめんどくさ。めんどくさ。で、多分こっちだ、牧師館の方でしょ。ここ、ここ。黒声のフェラースの痕跡から戻ればいいんじゃない？多分場所違ったと思う、さっきのやつは。さっきね、お亡くなりになったところは、多分違うわ。そんなに遠いわけないもん。このエレベーター下がってさ、下に戻ればいいんじゃないでしょ、これ多分。牧師館、もう全然道覚えてねえんだわな。正直な話、道覚えてないからさ。よし。で、これで、下降りて、どこ行くんだこれ。これどこだっけ、これどここれどこだっけ。このはしご登ったりしていくんだっけか。ちょっと道全然覚えてないんだわ。道をさ、あ、でもこの先っぽいな。この先っぽい。あ、もうどこだかわかんねえけど、この先でいいんじゃないかな。こうダダダダダダッと下、下、下を、下だよね。下を目指していけばいいんだよね、これね。多分こっちじゃないかな。多分こっちじゃないかな。いや、死ぬんかい、この距離。まあ、死ぬか。いや、上に戻さなくていいよ。下、下で亡くなってるんだから、下で、下で生き返らして、下で。これ下に降りて、これどう言えばいいんだ。あー、ここ違うな。キミラ邪魔、キミラ、キミラ邪魔、キミラ邪魔、キミラ邪魔でーす。ちょっと邪魔です、邪魔です。こっちか。あー、エレベーターある。ここ下がっていくのかな。あれ、ここ違うな。え、ここっていいのかな。わかんねえ。道が全然わかんねえ。全然道がわかりませんの。これ合ってっかな。合ってる気もしなくもないんだけど。どこ？あ、思い出した。これピエタのさ、今ピエタのところにいるんですけど、あれ、こいつやってない、もしかして。あ、これ鉄の旅人じゃん。あ、やっぱやってない。で、このピエタのところの奥のところさ、この辺になんか出なかったっけ、カルラス。これ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 、あれ、また増えてない、これ。これやってないよね。あ、これやったわ。あ、やったわ。で、これ上行ってさ、上行ってさ、ここ、この辺カルラスじゃなかったっけ、スカイレスの橋。あれ、スカイレストの橋？あれ？違った？違ったっけ？スッと降りて。あ、暗い。よいしょ。ん？あー、ほらほら、これ破壊者がいるから。あ、やっぱここだ、ここだ、ここ。あ、破壊者じゃなくて、なんだっけ、カワハギ。カワハギがいるということは、あ、ここ、スカイレストだ。スカイレストじゃなくて、あれ。ここカルラス上層だ。となると、これ違う、道が違う、道が違う。
違う、こっちじゃなくて、こっちじゃなくて、ここ、そうだね、ここだね。あれ？これもまた、やったやつか？やったかやってんかわかんねえな。隣声、一般人の叫び声。もう暗くて見えないし、剣振るの遅いし。どこだ？あ、どこだ、ここ。どこだよ、ここ。カルラス上層、逆走するのも大変。あ、でも分かった、ここだ。ちゃんと戻ってこれた。なるほど、ピエタのところか。完全に今日迷子したね。ずっと迷子。ずっと迷子。そしたら私が見てた情報が正しいんだ。このスタカイレストのところの奥から、奥からピエタのところに行けるから、そこからカルラス上層に戻っていけばいいと、そういう話だったっすね。でここに戻ってくるから、どこだ、はしご、こっちだな。で登っていくと、オッケーオッケーオッケー。じゃあカルラスさっさと抜けちゃおう。っていうかこれ、あれ、これなかったな、そもそも。これさ、この変なオブジェクト、5本指のやつ、なんだこれ。なんかやったんだな、なんかやったな、これ。え、光を狩るもの、何、あ、またなんか光を狩るもの来たぞ。光を狩るものが、どこだ。よいしょ。これまともに戦える時は来るのかな。一応延長しとこう。よいしょ。これは溶岩に当たってダメージを食らってるっていうだけだよね。おい、よいしょ。そろそろ降りてくるかな、この明かりを渡せ。いた、倒してやりてえな、てめえよ。よいしょ。でもなんか倒せそうなぐらいの力になってない？前からこんなもんか。で、よいしょ。大丈夫。はいはい。よいしょ。スタミナが足りてない。よいしょ。2回で終わり。あ、でも倒せる敵だ。おお、なんかすごいことになってる。すごくはないか。あ、またドラゴン乗ってきたな、あいつ。またドラゴン乗ってくるぞ、これ。すぐドラゴン乗ってくるんだから。インちゃんとしちゃおう。よいしょ。殴ってもどうしようもない感じか。これだけ入れとくか。よいしょ。OK。痛い、あずです。あずい。あずい。よいしょ。はい。よいしょ。よいしょ。はめてドン。回復入れて。なんだ、何やってんだあれ。ちょっと新しく覚えたのを。新しく覚えたのをどうこれ。結構効いてるんじゃない？おら！おお、なんだこれ？ちょっと、動きがわからん。
動きはわからんというか、何をやってるかわからん。2回だよね、2回。よしよし、致命致命致命取れ、致命致命取れ、オッケーオッケー、溜めてドン。おお、今のはこれ、あーこっちの方がいいな。なんかすごい連続で攻撃してくれるし、これちょっと、何やってんだ。よいしょ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 、はい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 、よいしょ。あ、ちょっと待って、あいつあいつあいつ、どういう形になって俺ちょっとあいつあいつ、あのなんか回復するやつというか、なんか繋がってる、いつの間にか繋がってる。なんとこの広間の前どうなるかだな。あ、てかこっからが遠いな遠いな遠いな。これ再戦にならないよね。でもね、あいついつも再戦するの相手じゃねえから。あ、あれダメだ、光を狩るもの、今回戦わなきゃダメなやつだ。オッケーオッケー。そしたらこの辺になんか種を植える場所さっきあったな、あったな。これかこれかこれか、オッケーオッケー。植えちゃおう、生えちゃおう。あー、倒さなきゃダメだから、ついに光を狩るものを倒すときが来たようだな。では光を狩るものを狩らせていただこう。で、入る前にまあエンチャントして召喚、これ誰だ、まあ、一回も召喚したことないんだけどね。よし、さあエンチャント、エンチャントしてから入んない方がよかったな、する必要なかったな先に。だ、最初ドラゴンだもんね。よいしょ、よし、今この辺、この辺、この辺、どこどこどこだ、どこだ、どこに繋がってんだ。それマジでどこに繋がってる、どこに繋がってる、どこに繋がってる。敵のやつ、敵のやつ、敵のやつ、どこに繋がってんだよ。いや、あの、そうそうそう、え、どこにいんの、ちょっと待って、ちょっと待って、マジで見え、マジで見えんぞ。あ、待って、これ外だ、外に繋がってる。あ、それはねえわ、ちょっとマジで。さっきので分かったけど、え、外に繋がってんだ。ちょっと待って、そうすると一回もう入るしかねえってこと。どうやる、誰だよ、炎投げてふざけやがって。そんな相手芝居じゃないんですよ、お前を。どこだ、あいつやり方が汚い、あいつのやり方汚い、汚すぎる。上上がってどこ、え、この辺、あー、これか。いや、これはあかんじゃろう、これはあかん。え、これを解除しなきゃすげえめんどくせえことになったじゃん。気づいてよかったよマジで。そしたら一旦これで暗黒から帰って、邪魔邪魔邪魔、敵が近くにいるじゃない、もう敵なんかいないから、敵なんかいないから、敵じゃないのこいつは、敵じゃないの。全く勘違いしないでいただきたい。インタラクト、インタラクトさせろ、
あっちゃいよ。敵なんか近くにいないでしょ。ほら、休む。よし、これでまともに戦えるはず。これでまともに戦える。いやあ、なんで爆発した今。よし、行きましょうか。光を狩るもの。よいしょ。で、次突っ込んでくるから、どこ行った？はい。いや、ローリングを決めるためにロックオンしたいんですわ。次また火入ってくるから、それを避けてから。よいしょ。OK。祝福の力をその武器に。それで、はい、突っ込んでくる。ドドン。めっちゃ熱っ。突っ込んでこないのか。避けられた。次がどこだ。あ、来た。よいしょ。OK。 そろそろエンチャント切れちゃうかな。ちょっと引っ掛けとこう。いい、受けたっすね。次どこ。 OK、 来た。で、魔法とないとか。よいしょ。いけ、雷いけ。よタイミング早いか。あれ。どこ行った。姿が見えん。よいしょ。はい。いや、タイミング甘かったな。いやー、これ火がきついっちゃ。火がきついっちゃ。火力入れて。いやー、溶岩いつまで残ってんの。よいしょ。はい。いや遅れてくんのやめて。本当に暗い。雷はい。プレイキック、ヤクザキックが当たら。見えん。よし、一命を取る。オッケー。よいしょ。んで終わりちゃい。オッケー。ふう、ちょっとシー短縮せい、微短縮せい。勝ったけど大丈夫だよね。ムービーとかあるようなやつじゃないよね、今のね。あ、1万8000入ったままだ。なんかアイテムとかあります？あー、闇の世界入るか。ドン。あ、よいしょ。ほい。あららら。あ、これ無知の人とかパーシバルとかいろいろ。へえ、
思い出も手に入れたわ。そしたら一旦戻って武器マックスまで強化してこよう。ん？あ、こっち進む方向か。失礼。待って、エブのアンドレアス、ちょっと待って、なんで急にそうやってくんの。あ、マジ待って、マジなんでそんなボス連戦すんねん。ちょっと待ってや。え、エブのアンドレアス、ちょっと待って、こんな狭いところやめてくれよ。なんでだよ。なんでこんな。邪魔。お前ふざけんなよ。ちょっとなんだよこれ。連戦じゃねえかよ。ちょっと。もう、いや、ふざけんなよ。お前1万8000円に使わせろよ。ちょっと待ってよ。なんでこんなとこにいんだよ、あんなやつ。え、なんだよ、本当に。マジ困るんですけど。1万8000円。ちょっと、エブのアンドレアス、あいつ、マジ許せねえわ。どこ行った？あいつ、どこだ？どこ？どこ？こっち？ここじゃない。あそこだ。何あいつ。追いはぎじゃん。マジで追いはぎだわ。これ、こうやって。しかも光を狩るものよりなんか強いし。聖なる武器で、こうだ、こう。回収して。なんだよ、いんのかよ、結局。いねえのかと思った。暗い、光の力。はい。ん？あ、こいつなんか、そういうガード的なやつを使ってくるのか。めんどくさ。忍者みたいなやつなんだな。こいつ超厄介。よいしょ。まあ雷落としてきゃなんとかなるでしょ。こうやって入れて、よいしょ。あー、毒。いや、地名やっぱ取ってくんな。地名取ってくんな、こいつ。いやー、めんどくさお前。めんどくせえな。マジで忍者見て。マジで忍者だな。回復入れて、マジめんどくせえな君。よいしょ。だるい。なんでロックス外れてしまう。なんでロックスが外れてしまう？くっそー、こいつ。飛ばし合わせできっかな？あ、抜ける。抜けるじゃん。こいつ積極的に抜いてた方がいいな。そう、
クソ玉投げてくんだったら俺は魂を抜く。そんなクソ玉を投げてくるやつには魂を抜かせてもらうぞ。でもね、はいはいはーい、オッケー。なんなんだお前、まったく。Do you think you are? 痕跡の種、剣、指輪、袖、まったく。あ、まあ、2万6000だったからいいや。そこは勘弁してやるわ。そこは勘弁してやる。そしたらこの先で種植えとこう。あるっすよね。さすがにさ、帰りたいんだけど一回。なんかなかったっけ。いや、お前ついてくんなよ。ついてくんなよ。お前ついてくんじゃねえよ。ほんとに。死んだらどうする。あ、ここ戻ってきてるわ。戻ってきてる、戻ってきてる。で、あっち側行くんだけど、その前にここだな。ちょっと待って。ちょっと待って、なんでだよ。あ、これか。ちょ、待って。ちょい待ち。なんで上に。取れ。よし。抜け。よし。とりあえずこれで、そこが開くから、回収しに来る。よし。で、そこの中のセーブポイントが使えるようになるから、完璧。OK。よし、回収して、OK。で、この中に入れるカルラス上層。よーし、これで OK。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回またこの続きからやっていきたいと思いますので、引き続きご視聴いただければと思います。というわけでここまでの語りは私、コイでお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。帰ろう。武器マックスまでパワーアップしておきます。